皆さんこんにちは。フィルハーモニックインズ浜松バスクラリネット奏者の池江あゆみです。本日は動画の第3弾ということで、2つ焦点を絞ってお話ししていきたいなと思います。1つ目はですね、前回の動画にコメントをお寄せいただきました高音域の練習方法について少しお話ししたいと思います。私が行っている練習方法、それから私がこうやったら出しやすいんじゃないかなと思ってやっているコツなんかもお話ししていこうと思っています。そして2つ目は、これも高音域のお話になってしまうんですが、バスクラリネット、低い音だけではなくてかなりクラリネットと同じで音域も広い楽器です。なのでそのあたりも運指を確認しながら、そして運指表には載ってないけど私がこれ出しやすいんじゃないかなって思っている指なんかもお話ししていきたいと思っています。それではやっていってみましょう。では一つ目のバスクラリネットの高音域の練習についてやっていきたいと思います。がその前に、バスクラリネットはかなり他の楽器もそうではありますが、調整が繊細な楽器です。もし出にくい音があるなとか練習してと思った場合には、自分のせいだと決めつけずに、まずはちょっと楽器の調子がおかしいんじゃないかなっていうことも疑ってみてください。もし気になる場合は早め早めに、楽器屋さんに調整をお願いしましょう。特に学校の楽器、部活動の楽器を使用している皆さんは、かなりバスクラリネットが古くなっているものということも考えられますので、その場合、調整が狂っているということは大いに考えられます。なのでこまめに調整というのは出すようにしましょう。ではバスクラリネットの高音域を出す時のコツについてまずお話ししていきたいと思います。バスクラリネットの高音域と言いますと、よく私がご意見として伺うのが、この親指2個ですね、レジスターキーもして、で人差し指、中指、薬指を押したこのソの音、実音 F の音ですね。この音から上に上がっていくときにとても出しにくくなりますという意見もよく伺います。で、このあたりを練習一緒にしていきたいなと思うんですが、まずはコツとしましては、私はこの音域が変わったときに息の方向を変えるということを意識しています。これは意識の問題のレベルになってしまうのかもしれませんが、低音域を吹くときはなるべくこのマウスピースとネックの角度に沿って少し下目に、息が下の方向に行くように吹いてあげています。で、逆に高音域を出そうと思ったときにはなるべく上の方に向かって息を入れるような意識で演奏しています。具体的に言いますと、ちょっと大げさではありますが、前髪を吹き上げるようなこういう感じですね。こういうような息の方向を高い音に行けば行くほど私は意識して演奏しています。そういったことをすると私は出しやすくなっているので、もし高い音が出なくてちょっと苦しいなと思っている方は、息の方向ということを意識して練習してみてください。では続けて高音域の練習方法をご紹介したいと思います。私が行っている練習方法はゼロ発進のロングトーンというものを行っています。ゼロ発進とは何だって思う方もいっぱいいらっしゃると思いますが、
音が出ていない状態をゼロとしまして、そこから8拍かけてだんだんと息をどん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 入れていく、音量を大きくしていくというロングトーンです。なのでまず最初音出す時にはですね、発音トゥーというふうにタンギングして音を出さずに行っていきます。先ほどもお話ししましたが、皆様からよくご意見でお伺いします、親指レシス先も押して、人差し指、中指、薬指を押したここのソ、実音 F の音から半音ずつロングトーンで上がっていきたいと思います。で、上のここの親指レジスターキーとここの親指ですねの2個の親指だけのベ、どの音、実音ベの音まで、順番に上がっていきたいと思いますので、やっていってみましょう。メトロノームは四分音符60でテンポをかけまして、8拍かけてフォルテまで持っていくつもりでロングトーンをします。先ほどもお話ししましたが、最初はタンギングはせず、発音せず、トゥーと出ないで息をふーっと入れていくところからスタートします。その時に気をつけてほしいことは、その出そうとした音しか出さないということです。もしかしたら下の倍音の音が鳴ってしまう時があるかもしれませんが、それはうまくいってないということですので、その音だけ、狙った音だけを出せるようにやっていってみましょう。私の後に続けて練習していってもらいたいと思いますので、まず私が8拍演奏しましたら4拍開けて、皆さん演奏していただいて、その後4拍開けて次の音を私が演奏してというふうに続けてやっていきましょう。ゼロ発進のロングトーンいかがでしたか？少しこうゼロから息の状態からスタートして音にするっていうことが難しいことではあるんですが、余分な音が絶対に混ざらないように最初は何回やり直してもいいので丁寧に練習してみてください。で、
この練習をやるときには必ずメトロノーム、チューナーをつけて、クレッシェンドしていくとどうしても最初は高くてだんだん低くなっていくっていう音程の癖がどうしても人間あるので出てしまうんですが、なるべくそれが起こらないようにきちんとチューナーで確認して練習していきましょう。ここでは1拍目から音が出る必要は全くもってありません。自分の息が音に変わる瞬間、ポイントはどこなのか把握するのがここでの一番の課題です。なので慌てずゆっくりと自分の息、それから音を聞いて練習していきましょう。それでは2つ目のセクション、バスクラリネットの高音域の指使い、運指についてやっていきたいと思います。音を出してやっていきますので、皆様も自分の楽器では出るかなどうかなというふうに一緒に試しながらやっていきましょう。一つ注意なんですが、楽器によって機種によって指使いが微妙に違う場合がありますので、私の指使いが皆さんの楽器で出ないということ大いにありますので、その点はご注意ください。ここでは五線譜の上のドのシャープ、ハーの音から上を少しやっていきたいと思います。無理のないようにみんなで一緒にやっていきましょう。それではドのシャープ、実音ハーの音からやっていきたいと思います。運指は、ベークラリネットと一緒です。見ていきましょう。親指はレジスターキーと2つ両方とも押します。それから人差し指は使いません。中指、薬指、そして右手に行って人差し指、中指を押していきます。これで出してみましょう。続いては今やったハーの音を貝指で出してみたいと思います。すごく簡単です。今度はこの人差し指、この穴の方が、穴がある方を押します。そして親指は2つ押さないでレジスターキーのみ押します。これでハーを出すことができます。吹いてみましょう。一つのハーの運指を紹介したいと思います。これはベークラリネットでも一緒ですが、親指こちら2つ押します。ベーの指ですね。これに右手をここの4つついているキーの下2つを一緒に押します。これでハーの音が出ます。それでは出してみましょう。一つだけ番外編ではあるんですが、ハーを出せる指をご紹介したいと思います。左手の人差し指だけです。これは、普通に考えれば下のこのファのシャープ、A の音が出てしまうんじゃないかと思われるかと思いますが、実際にそうなんですが、アンブシュアと息の方向を注意すればハーの音を出すことができます。ではちょっと出してみましょう。今最後にご紹介した左手の人差し指だけで出すハーの運指なんですが、音量がたっぷり必要な時に使わないとどうしても
下のファのシャープ A の音に戻ってしまいますので、その点は少しご注意ください。リリース音が切れる部分もそうですね、どうしても弱くなっていくとファのシャープにうーんと落ちていってしまうので、ちょっと注意が必要な運指ではあります。それでは続いてレ、上の実音セイの音を出していきましょう。ベイクラリネットと似ている運指ではあるんですが、少しバスクラリネット特有、注意してほしいポイントがあります。まずは親指2つ押します。そして左手の人差し指が一番注意ポイントです。雪だるまの下を押します。中指、薬指を押します。そして右手に行きまして、人差し指、そして小指はここのキーを押してあげます。これで声が出せます。出してみましょう。それでは2つ目の手の指をご紹介したいと思います。これはとっても簡単です。親指レジスターキーだけ押します。こんなに簡単と思われる方も多いかと思いますが、出してみたいと思います。ただ少し音色がちょっと開きやすくなる指ではあるので、使う場面というのを考えて選んだ方がいいかなとは思います。それでは出してみましょう。では、手も番外編の指ということで、もう一つお伝えしたいと思います。何も押さない指です。この指だと、下のソの音、実音 F の音が出てしまうんですが、先ほどもハの音の時にご説明しましたが、息の方向やこうアンブシュアのコントロールによって、上の手を出すことが可能です。出してみましょう。それでは続けて、上のレのシャープ実音チスを出してみましょう。指を確認します。後ろ親指は2つ押します。その後先ほどの手と同じですが、人差し指、この雪だるま状の下、中指、薬指、右手に行って人差し指、薬指、ここのキーを押します。そして先ほどと一緒で小指、このキーを必ず押します。それでは出していってみましょう。チスの指の2つ目をご紹介したいと思います。左手だけ使います。このサイドの下のソシャープで使っていた指、それから親指はレジスターキーのみを押します。この指で出してみましょう。チスの3つ目の指をご紹介したいと思います。親指は2つ、人差し指、ここはしっかり穴を塞ぎましょう。中指、薬指、右手は人差し指、そしてこの左手の人差し指はこのソのシャープ、下のソのシャープで使いました。この指を一緒に押します。ちょっと不思議な指ですが、これで
出していってみましょう。チスの音も4つ目番外編があります。こちらのソのシャープ、下のソのシャープで使っていたキーのみを押してアンブーシュラと息の方向でコントロールして音を出していきます。出してみましょう。続いてミの音、実音デの音をやっていきましょう。左手の親指は2つ押します。人差し指は上の穴を開けるために下を押します。続けて中指、薬指を押してください。右手は小指のみ押していきます。この指でデの音を出していきましょう。デの指もう一つご紹介したいと思います。親指はまた2つ押します。今度人差し指は上の穴をしっかりと塞ぎましょう。で、中指、薬指をします。で、左手の人差し指ですが、先ほどジスの時と一緒ですね。ここの下のソシャープで使いましたこのキーを一緒に押してください。これで出してみましょう。ミの音も番外編を一つご紹介したいと思います。指はこの人差し指、左手人差し指で下のラ、ゲーのキーを押して出していきます。では出してみましょう。続いてファ、実音 S の音を確認していきましょう。左手の親指を2つ、人差し指は下を押します。中指、薬指、そして小指、一番近くにあるキーですね、こちらを押して、右手は小指のみ押していきます。それでは音を出してみましょう。それでは S の2つ目の指です。親指2つ押します。人差し指は上を押しますね。中指、薬指、右手は人差し指、中指、薬指。この指だとレジスターキーを押したレの音、ゼの音と一緒じゃないかとおっしゃる方いらっしゃると思いますが、これもアンブシュアと息の方向でコントロールして出していきます。少し背を吹く時よりも上に息を入れるような感覚で出してみましょう。今やった S の音なんですが、実は運指の数が結構たくさんあります。で、楽器によっても、この運指は合う合わない、音程がいい悪いっていうものがありますので、ここでは私が今実用的に、使っている2つをご紹介しました。のでもし他にも知りたいという方がいましたら、ぜひ運指表を調べてみてください。
で、もしわからないよっていう人いらっしゃいましたら、コメント欄ご連絡いただければ、こんなのもありますよというご紹介はできますので、おっしゃってください。続いて、ファのシャープ、A の音をやっていきましょう。一つ目は、親指を二つ。そして、人差し指、穴も上を塞ぎます。中指、左手はここまでです。右手は人差し指、中指、薬指、そして小指を押していきます。これで出してみましょう。A の音を2つ目の虫ご紹介します。左手の親指は2つ押します。そして今度は人差し指は下を押します。そして中指下に右手に行きまして、薬指のこのキー、それから小指を押して、この指で出していきましょう。それでは、ソ、実音 F の音もやっていきましょう。一つ目のご紹介です。親指は2つ押します。人差し指は穴のキーを上のキーですね、押します。そして、右手は人差し指、中指、薬指、小指。ここまで押して、この指で出していきます。2つ目の運指をご紹介します。親指は2つ、左手の人差し指は下を押します。そして中指、右手に行きまして、人差し指、中指、そして小指を押していきます。この指で出してみましょう。では、ソのシャープ、実音フィスの音をやっていきましょう。一つ目のご紹介です。親指は2つ押します。そして、左手は中指。右手は人差し指、中指、小指を押していきます。この押しですが、少し音程が低くなりやすいので、その点注意してください。では出してみましょう。フィスの2つ目の指です。2つ目というんですが、一応3つ目も含んでいます。2つバージョンがあります。で、まず親指は2つ押しまして、人差し指、下を塞いでください。中指、薬指。右手行って、人差し指、中指、薬指。そして、ここのキー、押していきます。で、このキー、小指、右手で押せないなって時は、左手に連動キーがありますので、こちらでも大丈夫です。どちらでも使えます。そういった意味で、二つ目でもあり、三つ目でもある虫です。それでは、出してみましょう。続いて、ラ、実音ゲの指をやっていきましょう。一つ目は、親指2本。そして、人
人差し指は穴の方を開けて下を押さえます。中指、薬指、右手に行きまして、人差し指、中指、薬指、この指で出してみましょう。弦の音2つ目の指は先ほどと少しだけしか変わりません。押さえる指は一緒で、人差し指が上の穴を塞ぐように分子で作っていきます。で、この際レジスターキーを押したレの音、実はチェの音と同じ分子になっています。なのでこれも一緒ですね。アンブシュアと息の方向を少し考えてあげると出しやすくなります。それでは、続いて上のラのシャープ、実音、ギスを出していきましょう。分子は親指を2つ、それから人差し指、このキーですね、を押してこれで出していきます。音程が少しコントロールしづらく、どんどん高い音になっていくとしづらくなっていきますので、その点、チューナーでしっかりと確認しながら出していきましょう。ギスのキー、もう一つご紹介したいと思います。実はもともと結構たくさんあるんですが、ちょっとコントロールしづらいの、音程が悪いので、あまり使ってないので、この2つをご紹介したいと思って、取り上げました。2つ目は左手中指、親指は押しません。そして右手に行きまして、この4つあるうちの横のキーの一番下を押して出していきます。ご紹介した運指なんですが、下の倍音が鳴ってしまいやすいので、くれぐれも先ほどからお伝えしている通り、アンブシュアと息の方向を気をつけて出してみてください。続いて シ、 実音アーの音の運指を紹介したいと思います。この運指は運指表には載っていないのですが、私の楽器だとわりかしいい音程で演奏できるなと思って、この指をちょっとご紹介したいと思います。左手は親指2つ押していきます。中指を押します。そして人差し指はこのキーを押していきます。右手に行きまして、人差し指、薬指、ここのキーを押します。で、小指がここです。少しややこしいキーの配置ではありますが、やってみましょう。アーの指ですが、私は今一つだけご紹介しましたが、運指表を調べますと、他にも2つぐらいかなありますし、自分でこう探していくと、あ、この指で出るじゃんみたいなこともありますので、ぜひぜひ運指探検をしてみてほしいなと思います。それではド、実音ベの音を最後にやっていきたいと思います。先ほどご紹介した、私が使っているというお話ししたアーの運指から一つ指を省いたものに、行ってみたいと思います。親指は2つ押します。そして中指、人差し指がこちら。右手に行きまして、薬指を押してと小指、先ほどは人差し指、アーの時人差し指も押してましたが、これを省いていきます。そ
それでは出してみましょう。ベイの音詞もう一つご紹介します。これも番外編ではありますが、人差し指でこの下のラのキーを押して出すこともできます。先ほどこれ、デの音でもご紹介しましたが、さらに息の方向アンブシアをコントロールできるようになると上のベも出すことが可能です。動画第3弾いかがでしたでしょうか。今回は高音域についてまとめてみました。動画の中でもお話ししましたが、楽器のメーカーや機種によって使える音詞、使えない音詞というのもいろいろ変わってきますので、ぜひご自分で研究してみてください。私も生徒さんから、先生知ってる？この音詞でこの音出るんだよと教えていただいたこともありますので、ぜひ研究して私に教えてください。引き続き動画の、チャンネル登録、それから高評価をしていただけたら嬉しいなと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。